奥州館受験生の皆さん、こんばんは。奥州館の塾長の飯塚です。今日は2月28日金曜日ですね。奥州館受験生の皆さん、頑張ってますでしょうか。明日からね、3月ということで、明日からは奥州館のは今年度新しいカリキュラムでのねスタートになります。23日のね日曜日の日にね、塾生向けにですね、通塾生向けに新しいカリキュラムの方を発表させていただいたんですけれども、今日はね、この動画を見ていただいている奥州館受験生すべての方にね、今年の奥州館のはここが変わったぞっていうところをね、ちょっとね一つずつね、お話ししていこうかなと思います。まあ変わった点たくさんあるんですけど、大きく変わった点はね、今年はねまず4つ変わったんですね。まずね一つはね、奥州館能を鍛えるの科目がね大幅に変わります。奥州館能を鍛えるではですね、今までカラーテストの対策を行ってまして、今年もね、まあ、合格した子たちはやっぱりね、報告書がね280点オーバーの子がみんな280点超えてました。うちから合格した子に関してはですので、報告書がね、一つ鍵になるのは変わりないので、奥州館能では、引き続きね、カラーテスト対策は行っていくんですけれども、プラスね今年はね私立受験生の子が非常にたくさん参入してまして、公立中高一貫一本受験生の子にとっては非常に苦しい戦いでしたよね。でプラス結局ね最終的には1月ぐらいになると私立の併願なんてね言ってくる塾生も今年は、今年というか去年というかな、多かったんですよ。ですのでね、なかなかね算数の対策っていうのがちゃんとできていないと、直前でね私立の併願もできませんし、奥州館理系しつこく難しくなってきてますし、究極的にはね、私立受験生とも戦わなきゃいけないと。もうね御三家レベルの子もね、御三家準御三家、受験生がね2月1日2日終わって3日奥州館受けに来るということが今年たくさんありまして、来年度もね、来年度というか今年度かもうそういうことが予想されますので、奥州館の子たちは私立算数をやろうということで、この予習シリーズ有名なこの教材、この予習シリーズを今年は使って、奥州館受験をやっていこうということで、奥州館の鍛えるの時間帯にねこの予習シリーズを使っていきます。でこのやり方なんですけれども、まともにね予習シリーズをやってしまうと私立算数になってしまうので、こういうねちょっとホームページにもね、どこかに載っけさせていただければと思ってるんですけれども、これねノア式予習シリーズ学習法っていうね塾生必見っていうね、これ表裏ね予習シリーズをこういう風に使えば短時間で、私立受験生と互角に戦えるだけのものをね、身につくことができるということね、新4年生、新5年生、新6年生向けに書いてますので、これをね、にのっとって予習シリーズ5年の上下を中心にね、計算編、あと本編の方、この2つをねどんどんこなしていってもらえればなと思います。でね、予習シリーズってやっぱり学校のワークとかとは違って、非常に難しい骨のある教材なんですよね。で、これはなかなかね、90分の授業の中で予習シリーズをしっかりね、マスターしきるっていうのは難しいわけですよ。いくら個別指導をするからといってね。ですので、自習の時間、奥州館の子は自習を非常にするんですけれども、このね、iPad mini でね、これねタブレット、これをね、教室の方にね、10台導入しましたので、これをね、使って、動画でね、奥州館の先生たちが予習シリーズを解説してますので、これをね動画でね教室の中で見ていただければなと思います。これで、かなり実力のね自力の底上げになるのかなと思います。まずこれがね一つね一番の目玉かなと思います。でプラスね、記述プリントっていうのをね今年はね、用意しました。これはどういうのかなっていうとね、毎週1台これね記述のプリントをね、塾生に教室で配布してまして、これがね、そんなに難しい問題ではありません。至って普通の問題、
あのグラフ資料の読み取りなんですけれども、これをねきちっと週に1台完全に記述で、丸がつくまで何遍でも添削して、やり直してもらおうということで、合格ね、するまで5回も10回も添削することになるかもしれないんですけど、一問を正確に深く解くというところに主眼を置いてね、やります。これね、欧州間入試徹底対策プリント、まず1からこれ3月からスタートしてるんですけれども、これがね教室に置いてありますので、塾生諸君はやって、箱の中に入れておいてください。でこれ添削がね、まあ、あの先生たちので添削をしてどんどん戻していきますので、これをまたね再提出って書かれた場合にはもう一回出してください。これ、何度かやり取りになります。で模範解答もね最終的には出します。あとはあの通塾生限定動画の方でこれの動画解説の方を1週間に1回ね行いますので、毎週このプリントが出ますので、塾生諸君はこれをやるようにしてください。一問をね正確に解くっていうところにね、繰り返すことによって実力がつくんじゃないかなと。まあこれをねやろうと思った趣旨としてはね、昨年度ねあの模試等で見られたねピント外れの答案っていうのがたくさん勉強していってもねあの出てきてしまうんですよ。聞かれてることに対して答えられてないとか、あとねやっぱり作文試験なんかでもかなり表現力っていうのはね高いレベルのものが要求されてるんですね。欧州間受験の場合は単に小学生の作文レベルではありませんから、うん、あの相当磨き込まなきゃいけないという意味で、このね記述のね徹底対策プリント、これはね作文の記述もね、向上させるっていう意味合いもあって、これをやることになりました。あとはねその作文のお話をするとするならば、かなりね作文でね、差がつくということですね。欧州間受験の場合はですので、今年ね木材っていう問題がこの前出ましたけれども、来年度もね、まあ統一試験になってね、作文のね若干の変更する可能性もあるんですけれども、ただ欧州間はやっぱり作文っていうのがね一つ学校の理念として、11校ね東京に公立中高一貫がある中で唯一独立して作文が今までもずっと出題され続けていた過去9年間で、今後もその方針というのはねおそらく欧州間は変わらないと思います。ですので統一試験になってもね独自問題に出題が許されるということですので、欧州間の作文というのはね、まあおそらくそのまま出題される可能性がねかなり高いと踏んでますので、まあどういうふうな形になるのかっていうものもね実は塾の方ではかなり予想して、もう通塾生には来年度の予想っていうのもね、もうやっています。まあちゃんと根拠を持ってねそれが出るぞっていうものをね、子どもたちには言っていますので、それをねやってほしいなと思います。だから通塾で、今まで通り作文がありますプラスね、通塾している子に関してはね、これからね、欧州間のでは作文のね動画のね通信講座っていうのがあるんですけど、それをね、通塾生は見ることができるということで、それ通塾してね作文を取っている子はその動画の方もセットで見ることができるというふうにしますので、まあ、通塾している子はかなりお得かなと思います。そのね通信動画の方はどんなことをやるのかっていうとね、非常に難しい文章をやります。難しい問題を使ってやります。で、やっぱりね私立受験生がたくさん参入してきてますよね。で彼らはやっぱり知識をすごく持ってるんですよね。やっぱり国語算数だけじゃなく理科社会の知識ってたくさん持ってますね彼らは。うん、知識とあと物事の背景も知ってるんですよね。でやっぱりねこれ言っちゃおしまいなんだけど教養があるんですよやっぱり。うん、で、やっぱりいろんな経験もね、積んでいると。でそういうものの深いところをね、なかなか公立中高一貫しか勉強してない子っていうのはね、弱いわけですよ。そこにやっぱり差がどうしても出てしまう。そうするとね同じ作文を書いて書き方はいいんですけれども、やっぱりそこの深さが足りないとかね、言葉の言い回しですとか、そのあたりがちょっと差が出てしまうと。そこがやっぱり埋められない壁っていうのがどうしてもありますので、動画のね、
オンライン作文授業の方で、かなりそこのところは埋めていく予定です。で、特に新6年生向けのね、内容になってますので、新4年生、新5年生も当然あの作文受講している子は見ることができるんですけれども、難しい内容にはなっていますので、ね、まあ、ただ動画なんでね、繰り返し見ることができますので、3回ぐらい見ていただければいいのかなと思います。新6年生の子もやっぱり3回ぐらい見ないとね、なかなかね、ついていくのが大変な内容にはなってますので、それもね、添削をもう何十回ってやるぐらいの覚悟でね、臨んでいただければなと思います。欧州館の今年はかなり作文力入れていきますので、作文がね、通熟している子は通熟している分プラス動画で週2回、あります。後半戦からね、作文をやれば夏ぐらいからなんとかなるのかなと思ってる子いるかもしれないんですけど、それはね、大きな間違いで、作文で欧州館決まりますからね、そこのところをやっぱり手を抜かずね、やっていただければなと思います。やっぱり本当の真の敵はね、私立受験をやっている子たち、やっぱりね、80席しか合格の枠がないんで、やっぱりその子たちと真っ向勝負して勝つというふうなことであれば、やっぱり私立受験生、日能研、サピックスね、早稲田会、四谷大塚、ああいうところで集団授業で、本当に私立の御三家、準御三家を狙う子たちは本当に厳しいね、国語の記述対策、あるいはね、私立のね、個別指導塾ノアにもね、サピックス生とか来てくれてるんですけれども、非常にレベルの高い文章を読んで、かなり記述を国語の授業でやってますので、でそれが間に合わないって、分からないということで、私立の個別指導塾ノアの方にね、フォローに来て、私も指導している子がいるんですけれども、かなりレベル高いですよ、その子たちをやってることは。まだ5年生とかだとしても、うん、やっぱりね、欧州館受験やってる子はね、やっぱりそういう子たちがいると、しかも自分はそいつらと戦わなきゃいけないということをね、忘れちゃいけないかなと思うので、今年はね、そのあたりのところはね、かなり言っていくと思うんですけれども、頑張ってついてきてほしいかなと思います。それでね、最後にね、パーシモンホール勉強会、こういうものをね、やってみようかなと思ってます。今年は本番でね、120% の力を出し切るっていうことはね、学力をつけることと同じ、あるいはそれ以上に大切なことなんですね。もしでさ、 A 判定が出てる子でも本番で受からないっていう子いるわけですよ。逆に C 判定でも合格できたっていう子いるわけね、今年も。そういう子の違いって何なんだろう。やっぱりね、本番で 120% 出し切れてるかどうかなんですよ。でそのためにはね、イメージトレーニングしとかなきゃいけない。練習試合とかって大事だよね。スポーツとかやってる子は分かるかもしれないけど、そのグラウンドに馴染むっていうことも非常に重要なんだ。だから欧州館受験生にとってはやっぱり欧州館でね、プレテストできることが一番理想なんだけど、なかなかそれは無理なんで、せめて欧州館に一番近い場所っていうと、欧州館の隣の目黒パーシモンホールだよね。欧州館の同じ敷地内にあるような会場、そこをね、欧州館の輪は今年はね、定期的に借りてね、1ヶ月半から2ヶ月に一度はね、やりたいなと思ってます。そこでね、教材、まあいつも使ってるこの F とか S とか、あるいはこの前期テキスト、後期テキスト、あるいはこの予習シリーズとかをね、みんな勉強してるわけだけども、こういう普段勉強している教材の復習テスト、確認テストっていうのをこのパーシモンホールで、やっていきます。欧州館のね、雰囲気をね、一番感じれる場所じゃないかなと思います。これをね、まず一発目は3月21日に、金曜日、これ祝日なんですけれどもね、この日にね、午後1時半からね、やります。これはまあ塾生がね、来て勉強していただくということなんですけれども、あとはね、5月6日に第2弾、これは朝10時から、祝日、これ連休最終日に行います。ここでね、まあこの春からね、始めた子も FS ね、S まではね、せめてこの5月6日のパーシモンホールでの勉強会、この連休最終日、これ第2回目になるわけだけど、ここでね、まあ S まで卒業してほしいなと、うん、そこまでいければ新6年生の子でもね、先が見えてくるかなと。 FS 前期後期が終わる今年の6月、7月
ぐらいにはね、またね、新たな企画っていうのをね、欧州観音は今年考えてます。まずはね、FS 前期後期をやりながら、作文も今まで以上にバージョンアップして、で今年はね、タブレット等も使って、どんどんね、自習もしやすい環境にして、記述プリント等もして、勉強してね、なんとかね、欧州観受験にかなり私立受験生が参入しているっていうのはね、間違いないと。でその人たちと、結局その人たちね、欧州観受かったら行っちゃうんだよね。だからね、行く気がないけど受かったら行っちゃうというね、ことがね、結構ね、今年もありましたので、本当にね、勝ちたいと、合格したいという子がね、今年ね、欧州観ノアに来てくれればなと思ってます。ですので、この動画を見てね、欧州観マジで行きたいなと思ってる子がいるんであれば、欧州観ノアの門をね、ぜひ叩いていただければなと思いますということですね。まあ何かあればね、ご面談ともできますのでね、まあ、ご連絡いただければなと思います。まあ全ての欧州観受験生がね、悔いのないこの受験やっていただくことをね、僕は願ってます。ですのでね、何かあればね、いくらともね、ご相談ともお受けできると思いますので、遠慮なくご連絡いただければなと思います。じゃあ欧州観目指して皆さん頑張りましょう。